久しぶりっす。久しぶり。久しぶりっすね。ほんま久しぶりやな。いや、元気そうで。いやいや、でもこれ南じゃないですか。まあ俺家すぐそこだ。南デビューしたんですか。住之江から大成功じゃないですか。やっぱ役者としても。そやね、役者としてはね、まあ中住まずのところあるけど。ああ、やっぱり、うん、やっぱりですね。やっぱりだね。そうっすね。違う、そんなことじゃん。俺今日な、どうしたんですか。とんでもないもん見てもらう。今日っすか。なんやこれ。道頓堀川っすよ。やろ。いやいやいや、何なんですか。わからん。いや、わからんって言われても。カッパ。え？何？カッパや。カッパみたい言うてるんですか。カッパみたい。今日。朝や。朝。朝にカッパ見たんですか。ちょっとな、俺もやっぱちょっと42になってな。はい。まあ、しんどいわけや、正直。まあ、しんどいですね。まあ、売れへん役者やしな。はい。実力はあるんやけどな。売れへんしな。まあ、売れないですね。ほんで、もう、どうしようかなと、この先の人生。はい。いろいろ考えとって。はい。ほんで、タバコ吸っとったよ、今日みたいな、こんな感じでな。はい。で、ポチャンって言って。はい。ポチャン言うて。はい。これ何やろって、こうやって見て。いや、それ何なんですか。カッパや。おるわけないじゃないですか。見た目とかは、はい、もう一瞬なんか分かれへん。こうやって水の中入ってもこうやって、はい、なんか喋ったそうやって、俺なんか痛そうやって、はい、口ばしめてカッパやもん。マジっすか。マジや。これ何してんのよ。えらいフランク。何してんのよ。俺カッパやけどな、はい、俺も最近スマホに変えたから。ああ、そうなんですか。もう岩谷君に見せよう思って写真撮ろう思って。はい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 。何してんのって、はい、でカメラ用したら、ええー、それあかんよって。それあかんよって、ちょっと。それあかんよって、こんな感じやねん。やっぱ光るもん怖いから。いや、まあ、でもな、俺が一番びっくりしたのはそこやないねん。なんなんですか。皿。やばいね。カッパの皿がですか。やるって言ったよ、カッパが。マジっすか。今俺で、ね、いるでしょ。いるねん。いるはずやねんけど、そいつが構えへんよ。これと、ほんで俺はええと、カッパに対カッパの皿ってむちゃ大事なんやろと、はい、大丈夫やと、はい、ええから持っていけて、カッパがこうしてたんが、はい、これぐらいで今日や。これぐらいで今日だよ、ね、はい、こうやってこうやってこうやってめちゃくちゃハゲてるじゃないですか、お前。そう、ちょっとびっくりしましたわ、今。ハゲてないから。いや、お母さん、後ろ髪の毛くくってるから髪の毛あるんや、思ってました。後ろありますもんね。あるよ。いや、まあまあ、いいっすけど、関係ない。はい、お皿、はい。何のためにこの皿くれたのか、ようわからん。はい。もう俺も困るやん、そのカッパの皿がもうでも、はい、これがほんまにびっくりしたやん。上ちゅってカッパの皿がウェッジウッドや。あのブランドもんの皿や。いや、わかる。ウェッジウッドはわかりますけど。マジっすか。マジくれたってことですか、それ。見せてください。いや、それこそ見せれるじゃないですか。見せてください、見せてください。撃ったよ。いや、撃ったんすか。いや、撃ったらあかんでしょ。それで、俺今日なんとかしのげてる、今な。給料日前、なんとか仕事で。いや、全然なってないですか。ちょ、唇か乾いてるから。どうかさ、ご飯でも行きますか。行く。はい。もしか。お金ないんでしょ。そう、ない、ない。いや、なんか怒りますわ。いや、立って、いやいや、いやそういいっすよ、思ってくれるのはええねんけど、ただカッパはほんまにおったからね。いやマジで。いや、じゃあ、まあまあ、いい、分かりました。肉食いに行きましょう。肉食いましょう。あ、肉食う？はい、肉食いましょう。ああ、行きましょう。あ、肉？はい、行こうか、はい。そういうために読んだわけじゃないから。いや、いいっすよ、いいっすよ。いやいや、まあ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 。いや、カッパおったから。はい、分かりました。寿司行きます。
寿司、あ、寿司でもいいよ。あ、いいです。うん。行きましょう。でも、あ、カッパ、あ、寿司、や、うん、うん、焼き、うん、寿司だよな。引っかかるんですか、やっぱり。カッパ巻きに引っかかってるんですか。うん、ちょっと悪い気してるってこと。ちょっとやっぱりな。じゃあ肉行きましょう。肉行こう。肉行きましょう。